はい、こんにちは。坂本整体院の坂本です。本日はゆっくり動くほど股関節を痛めて悪化するっていうことについてお伝えしていきます。今日なぜこの話をするのかというと、股関節が痛くなる人って痛いからなんですけれども、ゆっくり動くようになってしまう人ってすごい多いんですよ。てかほとんどの人ゆっくり動くようになってしまうんですけれども、でもこの股関節が痛いからゆっくり動く、これをやってしまうほどに実は股関節を悪化させて治りを自分で遅くしているっていうことについて今日はお伝えしていきます。で、なんで股関節痛くなってゆっくり動くと逆に悪化してしまうのかっていうと、これは股関節、ここが痛くなった原因なんですね。これが病院とか整形外科とかだと軟骨がすり減って骨がぶつかっているのが原因っていうふうに言われることとか、レントゲンで原因不明って言われること、大体この2つがあるんですけれども、軟骨すり減って骨がぶつかって痛くなっている場合っていうのは、軟骨とか骨ってほぼ痛み感じる神経がないんで、それで股関節が痛くなっているってことがまずほとんどないんですね。なので股関節が痛くなっている原因が骨って考えると、確かに病院ではできるだけ骨ぶつけないようにとか、股関節に負担かけないように安静にしてゆっくり動きましょうっていうようなことを言われて、それが正しいと思ってやってしまうんですけれども、実は原因はそんなところになくって、ほとんどのこの股関節の痛みの原因っていうのが筋肉なんですね。筋肉が硬くなってしまうことで痛みっていうのが強くなったりとか長引いてしまっているんですよ。なのでそこをどうにかしてあげないといけないんですけれども、筋肉が硬くなって股関節が痛めているときに、じゃあなんでゆっくり動くのがダメなのかっていうと、ゆっくり動くってどういうことかっていうと、ここにペンがあるんですけれども、これをゆっくりこう取るのと、さって取るのってどっちが筋肉使ってしまうかっていうと、ゆっくり動かす方なんですね。ゆっくり動く方が人間って実は力使ってしまうんですよ。しゃがむのもそうですね。ゆっくりしゃがむのと普通にスッとしゃがむのでは足にかかる負担っていうのも違いますし、使う筋力量も実はゆっくり動く方が使ってしまうんですよ。なので筋肉使いすぎてしまうと、硬くなって痛くなっているのが使うことでさらに硬くなってしまって、余計に治りが遅くなる、もしくは悪化してしまうっていう悪循環になってしまうんですよね。ゆっくり動いて良くしようとしていること、行動が逆に股関節を痛めて悪化させているっていうことなんです。これを解消していかないと股関節の痛みっていうのはなかなか治ってこないんですよ。じゃあどうしていけばいいのかっていうと、もう解決策はすごく簡単で、ゆっくり動かないで、できるだけ健康だった頃の自分の動きに戻していってあげる、それぐらいの時のスピードで日常生活とかですねを過ごしてあげるようにするっていうことが一番の解決策になります。でもじゃあ痛いからなかなかそんなのできない、痛いからそもそもゆっくり動いてるってみんなそうなんですけれども、そこを少しでもいいので、まずできるところからゆっくりではなく、少しずつ少しずつ早くって言っても、思いっきりもう全速力というわけじゃなくて、前の同じ普通に生活してた痛くなかった時のような動きぐらいにまで戻してあげれるように、スッスッ動いていってあげる。ですることで筋肉ですね、股関節を悪化させてしまう原因になるような筋肉、太ももの前側の筋肉であったりとか、骨盤の中走ってるような腸腰筋って呼ばれるような筋肉ですね、そこに負担がかからなくなってくるので、そこが日常で硬くならなくなってきます。なのでどんどんこれを続けていくことによって痛みとかっていうのも和らいできますので、そうなってくればますます早く動けるようになってくるので、よりいい循環が生まれてきます。いつまでも怖がってゆっくり動けば動くほど、もっともっと動きって遅くなっていきます。で、どんどん遅くなっていくと、どんどん筋肉にかかる負担も増えていくので、どんどん痛みっていうのも悪化していってしまいます。なのでできるだけ怖いですけれども、早く動いてあげる、ゆっくりではなく早く動いてあげるっていうことをやってください。それだけで完全に良くなるっていうのは、症状軽い人ならそうなるんですけど、重たい人になってしまうとさすがにそれだけではなかなかできないですし、最初いきなり早く動くっていうのも痛みが強くて無理があると思うので、そういう方はどこか治療を受けるでもいいですし、さっき言ったような太ももの前側の筋肉とかですね、ああいうところをストレッチしてあげるとか、お風呂に入って自分でちょっと触って緩めてあげるっていうのもやりながら、できるだけ少しずつ早く動いてあげる。やってみたら案外早く動けたとか、
やってみたら逆に早く動いた方がちょっと楽になるとかっていうのも結構あるんですよ。で、痛み早く動いても変わらなければ、それはそれで変わらない場合でもそれはそれで構わないので、変わらないんであれば早く動いてあげた方が筋肉にかかる負担っていうのも減ってくるんで、どん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 できる限りこのゆっくり動くっていうのをやめてあげて早く動いてあげるようにしてください。それがあなたの長引く股関節の痛みを改善する唯一の方法になります。では本日も動画をご覧いただき本当にありがとうございました。